ソロピョンソロピョンあ、埼玉に帰ってまいりました。めっちゃ弾丸、めちゃめちゃ弾丸じゃないですか。早い。白玉さん、お疲れ様でした。長時間の運転かな。大変、お疲れ様です。つかさん、ただいまじゃない、間違った。白玉さんにお帰りって言ったんや待って、他の人全員埼玉やん。もはやおそろぴょんです。うちもう寝るね。明日もお祈りよろしくお願いします。了解です。なべちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、新幹線か。あれ、なんかさ、前もこんな話した前もこんな話した。え、運転お疲れ様。いや、新幹線ですよみたいな2回目。埼玉すごい。ひろあきさん、なべちゃん、こんばんは。他に埼玉の人ここにいますか。おやすみ、元気さん、ありがとう。みんないい一日を。飛んで埼玉の続編決まりましたよ。だって埼玉県民が喜ぶやつ。ともっちさん、こんばんは。にゃんちゅくるさん、やほいです。いらっしゃい、こんばんは。見てないやって、ずかさん埼玉県民としてどうですか。それはいいんですか。ありがとう、元気さん。え、関西も出てくるん。え、何、共演。玉ねぎさん、お星様キラキラ、ありがとうございます。すごい、お邪魔します、関西マックスより電波数いやいや、マックス、マックス、もちろんマックスやん。そんな当たり前やで、ずかさん グランクラスのアップグレードしてみました。グランクラスって何ですか。新幹線そんなあるん、聞いたことない。東北用のやつ。あ、なんかグリーン車的な感じ。なんかすごいパンダおるの、めっちゃおもろい。11位かな、11位の方、パンダがすごいな。年末なら安かったのにあれれー。あ、うかめなかさん、お疲れ様。ファイトスタンプです、ありがとうございます。いい客車、いいな、ファーストクラスみたいな。え、すごい。何時間乗るんですか。いや、2ピース行っててびっくりした。パソコン。いいやん、いいやん、2ピース行ってくださいな。よいしょ、よいしょ。さて、よいしょ。今回設定で初めて切符から IC カードへの新幹線デビューしてみました切符ってこうカタカナでやるところがまたなんか可愛らしい。あ、2時間半ぐらいやったら大阪東京一緒ぐらいやんね。グリーン車なん、ずかさんも。え、ちょっとリッチ、みんなリッチだな、ここの方々。リッチさんが多いな。でもわかる、経験にお金を払うのってめっちゃわかります。私もそっちタイプ。
ひみさんこんばんは。新幹線進化してる、なんか5時がすごいことになって、進化しちゃった。ネットで初めて買った。うそ、帰りは普通、行きだけね。帰りの方が疲れてそうなのに。あ、でも一緒かも。私も行くよ、なんか普通に乗って、帰りはプラッとこだまとかよくするかも。行きだけこうね、気合い入れてね行くんですよね。レイリースターナイス、ありがとうございます。しれっと望みするかも。プラットこだまみたいに、しれっと望みっていうのやめてもらって。そう、ネットでねチケット買えるのめっちゃ便利なんですよ。もう私 EX EX 何だっけ、プロやねんって言おうと思ったけど全然プロじゃん、名前出てけへん。アプリ EX のプロめっちゃ使ってます。そう、うん、チケットわ、玉ねぎさん、お星様キラキラ。うん、行きは夜行バス、あ、帰りが新幹線。家のローンフラット35って何？グリーン車とはまた格が違って、乗ってみてよかった。だって、え、なんかご飯とか出るんですか？EX 予約かな。アプリって EX で調べたら出てくるんですよね。 EX 予約かな、スマート EX、 それだそれだ。全然プロちゃうかった、私全然名前出てきてなかった。宿泊パックだと JR 東海ツアー使うし、うん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 、JR 東海ツアーなんですか。あ、それであれ、グリーン車ですか。日曜の終電で帰るので新幹線しか道がないので。なるほどなるほど、そういうことか。ご飯出てきて飲み放題、え、めっちゃすごい。それはすごい。普通の新幹線より全然高いですか。東京から大阪よりも高い？ご飯出てきて飲み放題なん、やばいな。あれでも普通のなんか東海でも出てほしい、それね。なんか頑張った日はさ、それで行きたい。ね。高速バスもネットで買えるもんな。うんうん。え、高速バスってネットじゃなくて買ってたんですか、今まで。ネットでしか買ったことない。逆に。タマちゃんいらっしゃい。一回スマート EX の便利さ味わうと元に戻れない。いや本当にそれなんですよ。本当にそれなんですよね。マジわかる。くにちゃんこんばんは。グリーン選択でき、ああわかるわかるわかる。あるある、見たことある。あんまり値段変わらずグリーン選択できた時あった。確か。配信がない限りは全部寝てると思いますよって。そっか、終電まで行っても大丈夫なんですか、お家は。結構ね、新幹線でマジで寝ちゃうとね、本当に慣れてないと、なんか本当に知らない駅で降りることになる可能性もあるから。藤川くんこんばんは。2泊往復34,000、え、めっちゃいい感じじゃない。 100m ランナーさん、ルーカスこんばんは。プラス1枚で食べ放飲み放ってめっちゃいい。窓口で買うんや、へえ、なる、知らなかった。青春昼特急なんて乗ると悟りが開けるよ。あ、新たな楽しみ方みたいな。みずむさん、まるさんこんばんは。帰宅1時で5時半起床で仕事、マジで強すぎる、本当にありがとうございます。緑の窓口が混んでる横でどやりながらスマホで改札通るのが趣味です。おいおい、性格悪いやつがいるぞ。いやでもめっちゃわかる、本当に。
あのスムめっちゃマジスマート、本当にスマート EX って名前だけなあるだけあってマジでスマートですよね。超わかる、こんなにスマートに改札通っていいのっていうぐらい、本当に梅田行くノリでスマートに通れちゃうもんマジで4列シートで9時間、しかも人隣に人がいると最悪ようだって。でも私さ、あの新幹線はまあちゃうな、間違った、飛行機で14時間とか乗るからさそう14時間とか乗る民なんで、なんか9時間やったらあ、まあ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 って思っちゃう。メキタで顔パス解説通る感じ、そういう感じかな。あ、たまにさん、さすがもうね、いつもより頑張ってもらっちゃって。レストラン列車なんかあるの、降りる駅が近くなるそろそろです、ご乗車ありがとうございましたって起こしに来てくれる。うわめっちゃすごい、なにそれめっちゃいいよなにそれ最高かよ。え、なのにスマート EX はまだ使ったことがないだって、なーに。何列バスになれへんかな、3列バスの方がいい、3列エコノミーで14時間慣れてるなら確かに行きたいでしょ、 VIP やもん、 VIP 時刻表にはなかったですだって、いきなり新幹線乗ることない。あーそっか、確かに確かに、それはそうだね、ちゃんと前もって計算してみたいな感じですよね。ビジネスクラス乗ってみて、エコノミー14時間とか乗ると首が痛くなる、首も痛くなるし、なんかいろんなとこ痛いいろんなとこが痛いっす。うーん推しのイベント以外で大阪行かないし、確かにね。ルーカス、お星様キラキラ、ありがとうございます。確かに3列より4列の方がいい、いや嘘やん、逆じゃね、エコノミーで修行して完全に悟りを開いていたのか。そうです、しかもそれを何回も経験しているので、私は。シンジさんこんばんは、おやすみなさい。レストラン列車すごいですね、そんなんがあるんやね、面白い。レストランね、へーとか言って、おもろ。肘掛け戦争も肘掛け戦争、そこまで私はあまり、肘掛けを争ったことはあんましない。うん、肘掛け欲しいってならんからかな。うん、切符家に届くから便利だし、だって届くの私緊張しちゃうんだけど、まだかなみたいなまだ届いてないそういえばみたいななっちゃう。うわ、ビジネスとファーストの組み合わせ、死んじゃう死んじゃう、私も死んじゃう、そんな想像しただけで想像しただけで無理ぽ、大変大変。ペインまでビジネスで行ったら40とか50とかするんか、もっとすると思う、多分すると思うって、もっとするよきっと、全然するよ。うん、全然すると思う。わ、玉ねぎさん、だるまさん100ナイス、だるまさんがゴールだ、ナイスです、ありがとうございます。どのくらいかかるやろな、めっちゃかかりそう、本当にマジで。ひげまじいさんこんばんは、100万はファーストクラスやもんな、まあ、確かに確かに。行きはグリーン A 席、 A 席強い、 A 席外出たくなっちゃうたまねぎさんハート100個ナイス、
ありがとうございます。ひげまじいさん、こんばんは。場所次第で海のすぐ横通りで海は走り見えるし。おー、なるほどね。スペインはだいたい海。え、待って、コメントどっか行ってんけど、ちょっと待って、コメントが消えた、行方不明。あ、来た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 、コメントがどっか飛んでってびっくりしちゃった今。帰りはいい席。なるほど。羽田空港で寿司三昧の写真を見かけたけど、ビップダイブでも一番最初。え、すごい、さすがやな、すごいな。え、ハンギョドン、マジですか、わかったんですか。え、すごすぎません、マジで言ってます。すごすぎる、ほんまに言ってる。富士山が見えない方がいい。あー、へー、詳しい。夜行バスもね、日によって高い。リサーチ力。ゆうさん、こんばんは。こんばんは。イベント打ち上げはその店かな。すごすぎ、リサーチ力。よいしょ。どうやって逆にすごいぞ。よいしょ。でもめっちゃ美味しい お店でした。めっちゃいいお店だった、マジで。本当におすすめ、マジで。普通にもう一回行きたいもん。M 字席で自撮りしとこうかな。やば、もししたらちゃんとツイートしてください。見るんで。えーってなるやろうな、多分。嘘でしょーってなるやろうな。あ、そう、ハートビートナイター賛成、ハートビートライブ、もう一回行ってきますよ。もう一回行ってきちゃいますよ。ちょっとこれは本当に勝つしかない、マジで。勝つしかないです、マジで。トラウマレベルになってるんですけども、はいはい、勝つしかないということで行ってきちゃいます。ハートビートライブ応援しててください。競馬見られないの。ありがとう、ゆうさん、よろしくお願いします。快速を漁師に戻し仕事と、え、すごくない、マジで言ってます。集合写真真似して撮るの、めっちゃ人いるやん、だいぶ集めなあかんやん、大変じゃない、そういうことじゃない。いや、白玉さんお疲れ様です。本当にめっちゃ大変だったでしょ、移動やらなんやら。お疲れ様でした、すぎる。祭りだし、あー、祭りの確かにめっちゃ買ったら年パス買いますね、マジで。大優勝みたいな、なんか買うしかない、カチーって感じ。が頑張りまーす。マジですごい、本当に言ってるか、すごすぎんだけど、ほんまに。さあ、レンタン当てて年パスだな、行く気がないな、こりゃ言うて。いや、本当に白玉楽しみです。白玉さん泊まる今、マジで、なんでやろ、なんでだ、ぐるぐるしてる、祭り多いな、ずかさん。よいしょ。そうなんね、くじこうくん。いや、まず一勝は絶対にしましょう、とりあえず。はい、まずこれでございます。とりあえず一勝する、
簡単なようにね見えてね、意外とも私コンプレックスみたいになってるから本当に。29生誕前にファンシーライブやばくない、ね、29、30は大阪で。今は大丈夫？ブチブチ祭り、え、大丈夫？みんな繋がっとう？怖いよ、いけるかい、なんでだい、なんでブチブチ。亀田祭りあかんから、マジで祭ってきましょう。行くしかない。いやー楽しみだな、私もたまになっちゃう、なんでなんでやだよ。よいしょ、またなる？やばい？ちょっとほんまにやばかった。 iPad に変えたらいけるかな、意外と。時々リピートしてる？止まるっていうかリピート系？今回は。よいしょ、マジで？よいしょ。23時35分に心斎橋ライブ見て、でも間に合いそうやなとすごいな、強すぎるんですけど。いやもうお任せしますよ。泊まりまくりま、泊まりまくりまですか、マジで皆さん。あ、ミッションインポッシブルも見たいんだよな。一勝したら全勝もいけますか？頑張る、本当に頑張るわ。マジで。移動しんどいから悩んでる。なるほどなるほどなるほど。もう移動はね、もうそういえば新次さんの根性だけですもんね、確かに。どうしようもできんもんね、確かに。まだファーストクラス調べてんのやんちゃくれさん。よいしょ、やばいね、高いで、ね、私いつも見てるから知ってるけど、高いで、ね、ほんまに、えらいこっちゃーって値段してるで。汗だくで整体行くことになるかも。そのための T シャツの買いがあるからフォルダとドルチェグスト明日と、え、ドルチェグストマジで頼んだん？マジですか？あ、アイちゃんいらっしゃい。行くのやめてもチェキ代にはなりませんだって。タマネギさん。明日が、明日で1学期終わるよ。イエーイ、アイちゃんお疲れ様。1学期。お疲れ、本当に愛ちゃん。今はね、やばいよ、マジで。やんちゃくれさん、めっちゃ高い。あ、定期買ってるから。なるほど。定期的に届いちゃうんだ、勝手に。もはや。変更したん？変更にしたの？明日一人一人に通知表を渡すよって、うわ先生って感じ。いやマジでやばい。いや本当にマジでね、値上げ、便乗値上げじゃないと思うよ、やんちゃくれさん。単純に本当にあのガソリンが高いからやと思うけど、ちょっとモカを追加したい。嬉しいマジですか、やだブルータスのライブ代がエンジン変わったら玉ねぎさんさすがです、本当に。エコノミーでも仕事じゃなきゃいけねえなって値段してた。いや本当にそうなんです
マジで私はもう頭抱えてる。保育園に夏休みありませんやって。そうだよね、みんな夏休みでもお仕事やるから預けに来る親御さんいるもん。サンジも大手からライブの可能性あるけど、シンジさん大変。サンジ味ぼったくりやろと食べれる。いや本当にね、もうちょっと安くなってくれたらいいねんけど、本当に高い、嫌になっちゃう。保育園様様です、ありがとうございますって。あね、愛ちゃんもお世話になってるって言ってたし、保育園が休みじゃないので普通に仕事があります。あ、預けに来る人がいるからとかではなくね、エコノミーでもほぼ給料消える感じ。マジスペイン行かなあかんの、どうしようって感じ。安い油のくせに大量使うから。だって空飛ぶねんもん、すごいよ。だって空飛ぶんよ、そらな。安全なんかちょっとケチって油少なくしようかとかされたら困るからな。あれも夏休み欲しい、イタリアとスペインに行きたい。だっていいよ、イタリアもスペインも私がおすすめするわ。本当に通知表もらいたくなかった？私もらいたかった、ワクワクした。心斎橋から梅田は楽やけど、重曹から心斎橋は確かに、重曹から梅田も楽やけど心斎橋は確かに面倒だな。基本的にギリギリ入れてるらしいがね。まあ確かになんかね、変にね高くつくのもあるやし、夏休み何日やってもヨーロッパ行くお金ない。出勤とか年休とか書いた予定をパソコンで作って、意味わからんぐらい休みだね。本当にお疲れ様、愛ちゃん本当に大変。日成績良さそう、普通やで、マジで普通やった。ガソリンとか軽油の歩道、ディーゼルなんね。梅田に迷子なるんか。みんな梅田で迷子になっていく。確かに重くもなるからね、重くなっちゃダメだもんね、あんましね。確かに確かに。それはそうだ。2週50完了、ナイス、ありがとうございます。あれは梅田でライブ行ってから重曹行くか悩んでる。梅田からの重曹は結構いけるくない？梅田の名言にはなりましたので迷子にはなりませんきり。素晴らしい。駅からパンプキンロックスは迷わんな。だって前も行ったしな、しかもね、前もやってるから。初めての場所やったらなんかちょっと大丈夫かなとかと思うかもしれんけど、一回行ってるってなるとワクワク、俺知ってるってなる。駅までがむずい。正直そういうか、段階の子が何個あるかでいろいろ決まってた。そうなん？明日中学午前中の子だから運動会のダンス決める。 SDA すごい楽しそう。そういうの目当てのグループ見ようとしたら結構ギリギリ。あーなるほどなるほどね。でちょっとその後に出るのミスったりとかしたりね、電車がとかなったりとか何かしらあったら確かに危ないか。難しいな、回しに悩んでる。だってなるほどね、ケンちゃん。それもねお任せするわ。もうケンちゃんのいかにうまいこと回せるかやから。え、ガス欠で止まるとかあった？それはやばい。あ、そっか、前は車で行ったから今回は電車やから不安。なるほどね、そういうのもあるんか。お相手今だから大阪駅前ビルに抜けるのは迷子多いと思うわ。やって、なるほどね。白玉さんファンデビアップナイス、ありがとうございます。ギリギリまで悩みましょう、悩みましょう。もうチケットゲットしてるからさ、ギリギリまで逆に悩めちゃうからね。Thank you.
目に成績見られるのがいいじゃなく、勝手に決められるのが嫌って。成績を決められるのがってこと？なんか深いな。ポテチチョコ買いに行ったら迷子だったし寄り道すると確かに迷子になってしまうね。わかるわかる、なりますね。成績つけても今日も嫌なようなお仕事です愛ちゃん本当お疲れ様。大変だよ愛ちゃんは。生誕ってカレンダーイベントとか。正解、そうです。先生に成績評価されて親にも評価される。ダブルパンチ。なるほど。そういうことか。今から配信見てるんやけどね。へへ、愛ちゃんナイス。へ、今頃やって。変わったら地上出たらなんとかなる。暑いけど確かに。あ、でも私逆に梅田は地下の方がいろいろ行きやすいかも。見知った？エミカの配信見に来るのもお仕事や言うてるわ、やんちゃくれさんが。大事なお仕事。よし。地上だと地図アプリ使えるから。ああ、そういうことね。それは確かにそう。でも梅田ってさ、地上出てすぐはさ、なんか電波がバグってて、たまに嘘つかれる。Google マップとか。で、なんかちょっとしてから、あなたの本当の位置はここだよって言って種明かしされんねんけど、いやいや遅い遅い遅いみたいな。東梅田から西梅田に行くの地上の方が楽。あ、そうなんや。梅田で忠之さんと30分計買ってみちゃった。ユキ呼び出そうだって。連れてってって言って。オッケー、全然愛ちゃん行ってらっしゃい。お仕事頑張って、応援してるで。でも明日はちょっぴしだけ早起きするので早めに寝んとあかん。頑張って早起きするぞ。アイちゃん頑張ん。エミちゃんも頑張ん。さて、東京へ行く荷造りを私はしなければならぬ。財神待ってますよ。いや無理かも明日は。イカ焼きミカも食べたい。食べたことないイカ焼き。食べたことないよね、イカ焼きさん。モンハン市のイカ焼きはいいでしょう。だっていつも食べてんの。そんなに一回も食べたことない私、おすすめする？この辺ガラッと変わった？買っていこうかやって。生もねやからいけんのかな。一回だけ。無理、受け取れませんよって言われたら、シンジさん全部一人で食べなあかんからやめとかな。一回だけやって、ずかさん。寒天由来のもの。3日食べ続けたら 1-3kg 痩せた。すげえ、寒天すげえ。それまでがちょっとやばい食生活してたとか。ダンプレにイカ焼き。生じゃないの？焼いてるからって。そういうことじゃないのよ。私はね、ハーシーのイカ焼き食べたことない。了解、玉ねぎさん。ベストリーで酒場は30枚くらいでいいかな。全員に配るつもり？入り口でもこうチラシかのようにみんなにみんなに配るみたいなね。30いるってずかさんがびっくりしてるわ。一番びっくりしてる。私よりびっくりしてる。ネッタリダーさん元気ですか？イカ焼きスクラッチって何？なんか
なんか面白そうな、ネーミングセンス的には良さそうな感じ。めちゃくちゃネーミングセンスがいい。食べてみたい。やんちゃくらさん、ちゃんかわいそうなんで家では好きに食わせて、もう笑わないと聞いたが健康的だ。へえ。ビンゴ、ファンからの差し入れ、イカ焼きですって。なんか渋いファンやなと思われるな。面白い。ドーナツの差し入れですとか、かわいいみたいな、さすがー道のファンみたいな子もなんか周りから思われそうやけど、イカ焼きってなんか渋いなって、おじいちゃんなんってなる。20代30代ではないでしょうってなるかも。30分の1の確率でイカ焼き外れあるん、やだやだ、ロシアンルーレット、スタッフも食べたらすぐなくなるでやって。2人ぐらいじゃない、スタッフさん。いつも何枚食べてもらう。結構食べてもらわないと。よいしょ。ティリリティリリティリリ、うん、なんか一枚じゃ腹の足しにならない。そうなんや、そんな小さいんや。薄い、食べたことないからさ。本当に差し入れ受け取れませんって言ってたけど、ラーメン受け取れない。あそこは優しかったですね、確かに。思った、めっちゃ思った。みんなそれこそジラピケとかもらってる子おったもん。毎日はですね、フラフラ気味だけど、もうすぐ大阪を楽しみに過ごします。トレダーさんありがとうございます。楽しみです。私もワクワク、会うの楽しみですね。京都のマクド店舗で値段変わるシステム導入した。へえ、何それ。高いとこ誰も行かんくなっちゃうくないね。むずむずいなそれ。よいしょ。お手まみという手でスタバカード渡して。さすが、さすがずかさん。受け取ってくれなかったらみんなで接待イベント中食べるから。それはそれでおもろいな。なんか一枚ちょうだいってなるわな、こっちからしてもな。そんなに食べたい、食べたいわってなるわ。ビッグマックとしなきゃ480円、今回は430円。へえ、面白。昨日一緒に食事してたお客さんの携帯の着信音やって。え、どういうこと、どういうこと。持って帰ってきたお客さんの携帯。イカ焼きもお手紙として受け取ってくれるかな。まあ、薄いけど。うちは400円か。ずかさんは郊外の郊外。あ、マックの音、チャララチャララって、ポテト焼けたような音。すごいお客さんですね。センス、センスの塊や。1キロ離れただけで50円近く値段変わる。やばいね、マジで。面白い。ちょっと塩振っといたで。唐揚げのレモンちゃうねん。うん、塩多めの方が好き。みんなでマークやんって突っ込んじゃう。ポテト食べたくなる。イカ焼きに文字書けばお手紙。確かにね。値段調べんのめんどくさいなって。行ってびっくりってこともありそうよね。あ、え、ここってなんでこんな高いみたいな。え？ってなる時もありそう。知らんかったみたいな。さてさて、やってるやってる。
ポテト最近頼まんけど昔やってたわ、やんちゃくるさん。私も減塩です、大事、減塩しよう。ほんならそろそろ終わろう。ちょっと今日は早めに終わっとこ、寝ましょう。あ、なんかみんなお子さんが今か今かと待ってたかのようにおやすみなさいって来てる。塩なしって言うと揚げたてになる。へー、塩なしなんか頼まへんけどな。ありがとうございました。皆さんテンションが低かった今日も乗り越えさせてくれてありがとうございます。皆さんのおかげやで、ありがとうございました。それでは、ランキング読みます、いきます。13位ひとよさん、12位白玉さん、11位ガーリックジュニアさん、10位ともちさん、9位ドラッピさん、8位やんちゃくれさん、7位ウーカメイの箱押しさん、6位なべちゃん、5位コウタロウさん、4位ズカさん、3位たまちゃん、2位ルーカス、そして1位は玉ねぎさんでした。ありがとうございました。たかしいのさん久しぶりだ、チャオチャオ。ではでは皆様、7月29日の生誕祭バーベキューイベ、もうちょっと申し込みできますよ。ツイッターに URL 載せているのでよかったらチェックよろしくお願いします。30日のトークイベントもやし、東京は8月24から27まで主演舞台がありますので、姫様スターダスト、よかったらそちらも来てください。お待ちしてます。高神野さんありがとう、本当にまた語りましょう、本当にも本当にも、とりあえず今日は寝るぜ。ほなね、おやすみ、また明日、じゃねー、バイバイ。